皆さん、こんばんは。ミニチューブでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。あのですね、先日私くしが動画を流しました、車検の通る通らないの、お話の中でですね、まあ訂正とお詫びをちょこっとだけお話しさせていただきたいと思います。まあ、あの情報はですね、まあ、ネットでいろいろ見てて、私ミニチューブの場合はですね、本当に車に対してはど素人なので、まあ、ネットの情報とかに流されやすいというところもありまして、まあ、これはいち早くお届けした方がいいかなと、しかも明日からじゃんっていうことで急遽もう動画を上げさせてもらったんですけども、実際上、コメントの中にですね、調べてくださった方がいらっしゃいまして、まあ、国土交通省と、自動車技術研究所というところがあるんですよ。そこに実際にどうなのかというのを問い合わせていただいたんですよ。まあ、すると実際上どうなのかっていうのはですね、コメントを参照していただければと思います。まあ誤解を招くようなことをして申し訳なかったと思います。で、今後のですね、そのお部地部屋シリーズとして、これからやっていこうと思っていたネタですよね。ネタにしようと思っています。今のところジビアシリーズとして車に関する最新情報を、お届けする。で、その際に、注意事項として、ですね、概要欄、まあ、説明欄に正しいことが教えてくれる、国土交通省や自動車研究所、技術研究所っていうところのですね、名前をですね、貼り付けさせていただきたいと思います。どちらかというと、自動車技術研究所の方が、回答は抜群に早いと、実際はどうなのかということをですね、回答いただけるという情報をいただきました。本当にありがとうございます。ですね、今ちょうど愛媛県ではもう国体中でですね、私の撮影している場所がですね、まあ今行ってるんですけど、もう会場になってるんで、まあなんせ撮影がね、ちょっと難しくなってきてるっていうのが正直なところであります。と同時にですね、もうすぐ実質的に、じゃあ YouTube を私がやっていこうと、 YouTuber と呼ばれるようになろうと決めた日がですね、10月の8日あたりですかね。実質上動き始めたのが、もうすぐなんですよ。それとですね、同時に全く YouTube のこと分かってなかったので、YouTube のことを研究するということも、始めました。なので次の方の動画はですね、100本前後ぐらいまでの最初の動画は、まあ、YouTube 側が動画に流していいよってなったのは、そのまま残してありますが、まあ、全然関係ないのも上がっているので、その辺はですね、ご了承いただけたらと思います。なんか全然関係ない、車と関係ないのが今一番トップに
再生回数が伸びているというの状況がですね、今起きているということですね。どちらかというと私は過激なタイトルをつけるので、それでなんだこらと思って見ていただけるご視聴者さん、ご視聴者様がですね、多くいらっしゃる。でしかも本当に最初の方に上げたアップロードしたものなので、もちろん最近は本当に YouTube 変わってきて、まあ皆さんご存知かと思うんですけど、本当に厳しくなって、じゃあどうやって再生回数伸ばすのかっていうのも、YouTube の中でも嘘本当が結構見てたらあるんですよ、うん、その情報に間違いなく乗っかってやっていけば確実にですね、まあトレンドをネタをやっていくとか、それがダグの貼り付けも最新ではもう前みたいにベタ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 貼っても全く意味ないですね。逆に YouTube 側から10個以上ぐらいつけるとなんかスパム扱いされてポチッとやられてしまう可能性も出てきますね、見てる限りでは。まあいろいろキーワード検索とかでいろいろやってる方もそうなんですけど、近年ではもちろんトレンドを やっていくっていうこと、まあ、私はちょっとできないところもあるんですが、あ、これは自分ができるというのは、どんどんチャレンジして、実際どうなのかという検証もですね続けていきたいと思っております。さあちょっと国体の、会場へ着いたのでちらっと見てみましょうかね。まあ夜は大丈夫やと思うんですけど、さすがにしまうっていうのはね、言われることがたまにありますね。まあ、今日ですね、先日上げた動画に関しての、申し訳なかったですというとですね、今後の、YouTube に関してですね、少しだけお話しさせていただきました。まあ、これも関係者駐車場となってますので、入れないんですね、うん、もう ここももうみきゃん、愛媛のみきゃんマーク付きポールで大変なことになってます。ちょっと U ターンできるかな。この奥にも野球場かな、野球場があるのかな、新しくできて、せっかくここまで走ってきたんですけど、撮影場所の国体が終わるまではなかなかないようですね。まあそもそもその場所で撮影していいのかというどうかも問題なんですけど、ちなみに今日は新しいカメラで撮影してますが、ぶっ壊れたんでね、ボンネットにぶつかってただちょっと縦撮りになってますので、いつもより視界が狭く見づらい動画になっております。申し訳ないです。あとは編集でコロッとねできたらいいんですが、
今の時期になってもやっぱりまあキャンピングカーとかぼちぼっつらぼっつら映っておりますね。では、そろそろですね、終わりにしていきたいと思うんですけど、皆さん朝晩寒いので、どうぞ、お体に気をつけて、まだ学校へ行かれる学生さん、それから大学生、あとまだね、定年まで働けない、働かないといけない私たち、その他、皆様どうぞ、健康一番で過ごしていきましょうってなんか偉そうになんとも言えないんですけどね、おめえ若えだろって職場でも言われるんですけど、まあ、ということで今日はこんな感じで、グダグダになってしまいました、すいません。ではまたお会いしましょう。 YouTube でした。さよなら。あ、コメント、グッド評価、チャンネル登録お待ちしてます。